第1車線、まあ、どっちが速いと気になってる方もいっぱいいらっしゃると思う、はい、ちなみに大型トラックは90キロリミッターらしいです速度が。あのね、スピードがほぼ乱れることなく進んでます今。ゴミです。ケヤキです。中村です。車のチャンネルです。ビーヤン。さあ、はい、という最近ハマっておりますビーヤンでございますけども、ビーヤンと本日は検証企画でございます、はい、ということでいきましょう。高速道路どちらが速い。あの高速道路で、ね、実際第1車線第2車線、まあ、どっちが速いと気になってる方もいっぱいいらっしゃるんで、はい、僕と、相方中村くんが、うん、こちらね、ピーちゃん、あ、ピーちゃん911に乗り、はい、そして欅くん、欅松也氏がこちらね、はい、愛車でございます BRZ に乗って検証したいなと、はい、はい、第2じゃないんすね。ねえ、こっちに思ってましたもん、ね、分かんないから、これが分からないそう。じゃあちょっと欅くん、ルール説明の方よろしくお願いします。はい、4個目、あまりにも遅い車がいたら追い越しは可能ですと。あ、なるほど。まあさすがにね、はい、多分ね、ペース乱れるし、うん、そうです。あ、なるほど。5番目、法定速度は厳守。そりゃそうだ。言わなくてもいいよ。厳守。そりゃそうでしょ。そう、アウトバーンだと思っちゃダメ。そう、アウトバーンじゃないです。ドイツじゃないのでね。わ、いいね、なんかここぞとばかりになんか。いやいや、アウトバーンドイツみんな知ってる。まあ以上ですね、はいはい、これあくまで検証でございますので、はい、どっちが早く着く、着いたら勝ちとかではなくて、うんうん、もう本当に実際どうなんだろうと、はい、お試しでございますので、早速言っちゃいますか、うん、せーの、高速道路。いやいや、やったことない。Dry farfalloni amoroso notte giorno di torno ma già ないからな。あ、やばいな。始めちゃったかな。よー、いや、まだまだまだ、あれまだ本線合流だから、あれ乗ってる。Delle belle turbando al riposo。第1車線多いよ。第1車線の量が多めだ。それではそろそろ合流ですわ。はい、4輪全部入りました。これでだって法定速度でね、このまま行きますよ。湾岸線80キロか。これはもうポルシェが行っちゃうんだけど。やっぱり第2の方が速いの。え、ちょっと待って。まあいいや、景色を楽しもうかな。前にあるのが鶴見翼橋。これはですね、かなり俺のお気に入りの橋でしてね、昔 PS2 のゲームで首都高バトルっていうのをやってたんですけど、その時もう今走ってるその首都高の路線の橋の名前とかが全部出てくるんですよ。ほんで、こう鶴見翼橋っていう名前が出た時に、なんだこの名前はと、鶴見橋でいいじゃんってなったんですよ、まずね。でもそこに翼を加えることによって鶴見の印象が柔らかくなるんです。鶴見橋って硬いじゃないですか。俺はここにずっともう惚れてて、小学生の時からずっとこの翼橋を好き。さあ、うん、じゃあぼちぼち合流でございますので、よっしゃ、ストップウォッチお願いしますよ。よっしゃ、行くよ。全部が入ったらね。入ったら、よし、もうすぐ俺ら第二合流したらしようか、うん、よしよし。さあ、合流成功するか。ちょっと待ってね、うん、合流成功するわ。よーい、スタート。さあ、始まりました。何時ですか今。今ね、11時39分。11時39分。うん、あそこに BRZ が見えますよ。はい、松屋市の、今、法定速度80キロですので、うん、ここは流れ的にちょっと第二車線速いね。本当だね、もうまあ予想通りというか、今のまあ今のところはね、うん、予想通りで、俺本当に運転しなさすぎて、うん、首都高が普通に全部100じゃないことすら、ああまあ、あってなったもん。高速道路イコール100みたいなイメージが強すぎて、まあ、高速道路でもね、うん、たまに制限かかったりするけど、首都高はもうついつい首都高速道路だから100なのかなって思っちゃいがちだけど、うん、実際は本当にもう場所によってスピード変わるし、そうね、50キロとかもあるし、うん、スピードこの標識がデジタルだから常時変わったりする、うん、なるほどね、流れによって変えてたね、うん。京浜工業地帯のど真ん中にやってまいりましたね。あの赤と白のやつ、 JFE 鉄の工場的なやつ、鉄作ってんのかな、あれコンビナートみたいな。K
煙ガンガン出てるけど、若狭線まっすぐですからね、これひたすら横浜から、まあ、神奈川、東京、そしてあ、東京か、でも新木場だから、ポルシェが、ポルシェまだ見えんだけど、見えんだけど、もうどん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 だね、これこれ良くないね、規格崩れしてるよこれ。あれちょっと不安だよ俺は。実際結果どうなると思いますか。あー、 BRZ かな、 BRZ 勝っちゃうんじゃないですかね。ポルシェぶっちぎりで、多分ぶっちぎりの愛車の底力をちょっと見たいですね。いや見たいっすよ、200馬力200馬力の底力を450馬力に見せてやりますよ本当に。最近いかついトラック減ったね。そうだね、デコトラ系は最近減ったね。減ったね。みんな気づいたのかな。まあそれ取り締まりが厳しいっていうのも、ね、あそっか、一応違反なんだあれ。違反ではないけど、うん、例えばうるさい車とか結構いいから、ああいうのは違反だったりするし。なるほどね。だからオフ会とか結構やってたりするから。ああそうなんだ、トラックのトラックのデコトラのオフ会とかやってたりするから、そういう多分ね文化はまだあるんだけど。あるんだね、デコトラ伝説っていうのね、昔多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、デコトラ伝説っていうゲームでやってました。あのトラック野郎的な、あのトラックを運転するゲームみたいな。そう、デコレーションしたトラックを、もうその名の通り運転して、目的地に着くというまでレースするっていうゲーム。勇者でやってたやつ、コミックの。あれだ、また勇者で、あ、そうだ、あれか、勇者というテレビ、俺どっちが喋んのゲームの番組があるんですけど、それでやりました。あのグランツーリスモ世界チャンピオンのね、富林くんと一緒にやりました。スイスイかな、うん、結構スムーズ。いや、うん、これね意外と第一車線とあまり変わらないかもしれないですね、うん、あのしっかりやっぱトラックの運転手さんも、うん、皆さん法定速度しっかり守ってるんで、うん、あのスムーズに。そうだね、で結構やっぱりその流通の方々って非常に運転がお上手な方が多いから、うん、で流れに乗るのが非常にお上手で、うん、さらにこの道はそういう方々が多いから、なるほど、もうめちゃくちゃスムーズですね、うん、今だから80キロもずっとキープしてますけど、キープしてるね、ずっと前のトラックの方もずっと80キロキープ、うん、素晴らしい、素晴らしい。でね、意外と第一車線も結構流れてるから、うん、大差ないな、ないかもしれないですね。で結構その起伏でスピードがね、うん、あの例えば下り上り坂なんか下がったりするっていうの、うん、渋滞の発生ってそういうとこから起きたりするじゃん、うんうん、意外とね、うん、そういうのもないし今のところね、ところだからスムーズかもしれない。はい、東扇島の、まあ、看板がですね、11時44分東扇島でございます。東扇島で降りるとこれもまた工業地帯になってますと。この辺りは工業地帯一帯なんですか。もう倉庫とか、そうですね、あと工場、あと小松とかね、あそこにあるけど、小松ってあのね、重機の小松さんですよ、世界の小松が。ちなみに俺は小松菜奈さんがすごい好きです。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、凛とした感じね。好きな人いっぱいいますね全くもう、全くもう困ったな、みんな友達。ありがとうございますありがとうございますビオタルね、今ね小型混雑してるって。平日なのに、あの休日しか海ほたるに行ったことがない方って多いと思うんですけど、平日の海ほたるは意外と空いてます。ずっと前に、うん、小見さんと2人で海ほたるに行った時がありましたけどあれは平日あれ平日っすね。やっぱりね、あの休日だと川崎浮島ジャンクションってとこがあるんですけど、あそこからずっともう渋滞してるんですね。でも平日は海ほたるは全然大丈夫、一直線もう車ガーってもう流れてるから。私ね、Google マップ見るのめっちゃ好きなんですけど、この川崎航路トンネルの上に東扇島公園っていうのがあります。そんでこの川崎航路っていうことで、実際、まあ、海底を通るんですけど、海底もうすごいですよ、地図で見ると大きな船が通ったりする。本当にこの 上は海になってます。海底トンネルってすごい憧れる。東京は結構あるんですけどね、もうなんかポルシェが見当たらないんだけど大丈夫なのこれ。川崎航路トンネル、う
はい、進入、はい、で川崎航路トンネルに入るときに11時46分、うん、おうって言ってもまだ初めて、ね、そうだね、7分ぐらいだからそんな差は、ね、うん、ないかもね、うん、第3になるともう勝てないもんね。第3はそうだね。っていうか第3って追い越し車線だからずっと行っちゃダメなんですよ、ね、本当はね、うんうん、結局ねそんな飛ばしてもさ目的地着く時に 3,4 分しか変わんないとかね教習所で習いましたもん、ね、実際ね追い越し車線ね、そうだね、それで事故率もね増えるのバカバカしいからね、うん、あ、じゃあちょっと玉川トンネル、玉川トンネルで11時48分、今11時48分、はい、48分、あのねスピードがほぼ乱れることなく進んでます今、これだったら中村くんも行けたんじゃない。そうなんだ、あのねコンプレックスが強いんだけど首都高俺なんて無理じゃんコンプレックス、うん、今んとこ俺でもできそうだなって ね、この検証は中村くんも行けたかもねただあの一言も喋んないけど、ね、そうなるか、うん、ほんとね確定申告ですよね、確定申告の時期ですけどね、便利だね今 e-tax、 そうだね、いやもう便利よ、並ばなくて済むんだもんね、あーそうだね、うん、俺もう終わらしちゃったからさ、ね、30分かかんなかったね、あそんなに簡単なんだ、うん、うん、今年覚えたから来年は多分15分ぐらいで、あそっかそっか、 e-tax もちゃちゃっとできる、検証しながらねやってたわけだもんね、検証しながらその探り探りね、あー探り探り、うん、空港南トンネルに入る瞬間で、はい、11時50分、うん、車のチャンネルのさロケの日、うん、晴れるね、そうだね、うん、あんまり持ってる、うん、あんまり曇った時はない、うん、車撮るのにね曇ってたらもう最悪、うん、曇りはあったとしても、うん、雨はないね、ないね、いやでもさこのチャンネルをさ続けてたらさリアルにさゴミくん、ま、毎年いい車決めるやつなんだっけ、カーオブザイヤーのさ審査員とかなれんじゃん、まあなりたいよね、ね、なってほしいよ、いやウケるでしょ俺やってたらいや今のね俺の夢の一つなんだ、あ俺がカーオブザイヤーの審査員、そうそうそう、うん、自分のそうお笑いの相方が車の審査員になってる、本当にいよいよだよ、うん、そしたら、うん、そんな嬉しいことないよ、意味わかんないね、やってたら何やってんだよって、うん、まあ一個いじりポイントにもなるしね、うん、いやでも真面目にやっぱ車好きだから、うん、いろんなねポイントはね、うん、11時50分なんですけれども今空港中央ですね、ここは羽田空港のど真ん中です。ちなみに大型トラックは90キロリミッターらしいです、速度が、で面白いのがメーカーがあるじゃないですか、日野とか三菱とかいろいろメーカーがあるわけなんですけども、そのスピードリミッターが法律的には90キロのはずなんですけど、メーカーによって全然なんかまちまちらしくて、95キロ出るものもあれば90キロぴったりしか出ないものもあって、これがね意外と大型トラックのドライバーさんの悩みらしくて、長距離を移動するトラックにとってそのたった5キロ速度5キロ結構変わってくるんですよね、1時間で5キロ変わるわけですから。であと深夜の高速道路ってトラックがめっちゃ並んで走ってたりするじゃないですか、まああれも実はスピードリミッターのせいで追い越せないっていうのもあるわけで、90キロしか出ない者同士が90キロ出したら追い越せないじゃないですか。で積み荷によって上り坂とかでどっちかが減速したりもするわけですね、トラックによって馬力はねいろいろ分かれるわけだから、上り坂が得意な車と得意じゃない車があるわけなんですけれども、そこでやっと差が生まれるみたいな、パワーがないトラックは上り坂で90キロも維持できずにダダダダダダって落ちてって、でやっと追い越せるみたいな、すごいその壮絶な戦いが夜の高速道路では行われているんですね。あと 3.6 キロで大井南インターチェンジ、現在の時刻11時53分、まあ雑談ということなんですけど、うん、まあ普段話してるからあんま話すことないんだよね、これがねそう一般の方は分からないと思うんですけど、お笑いコンビを密室で2人にさせると、うん、別にいつも一緒にいるやつだから話すことがない、話すことないんだよな、だから正直今無理やり話してる感じが、無理やり強引にさっきね一回大黒ねパーキング行く時なんか無言で中村くん寝てたし、寝てるし起きてる時も話さないし、話さないし、何ねえないよなまだね俺ら芸人のコンビで言うと仲がいい方だから、本当に気まずいコンビとかもいるだろうね、こういう空間で。いやもうどういう話すんだろうね、そういうコンビはね。知らないよ。
近さ YouTuber っていうさ文化が確立されてさ、まあ、グループでやってる YouTuber の人とかもそうなのかな、芸人みたいにさ普段喋んないとかもあるのかね。それはあるのかな、どうなんだろう、確かに言われてみるとね、実際でも、まあ、YouTuber の方々はどうなんだろうね、こうそのまま回しちゃおうみたいな感じもあったりもする、まあ、でも皆さんいろいろ考えてやられてるから、それはまた違うのかな。あ、よくできてんな東京は。埼玉育ちなんですけど海がないからね。あれカメラマンさん、はい、京都っすよね。そうです。俺あの話が好きな話があって、関東でいうと埼玉県って結構影薄いみたいなのがあって、で埼玉県は結構関東から、まあ言っちゃあれですけど何もないみたいな言われてるんです。まあこれは俺が埼玉県民だったから言わせてもらいます、はい、埼玉県の方怒らないでください。埼玉育ちです、20年も。で、埼玉では何もないって言われ続けているんですけれども、奈良県が関西のその立ち位置疑惑があるらしいんですよね。関西で言う埼玉で、私はよく関西の事情をよく分かってないんですけど、実際奈良県っていうのは関西の人から見てどういう扱いを受けてるとか分かりますか、ね、自分の個人的な意見で言わせていただくと、特に別にそういった確執なの、おー、ないんだ、全然ないんだ。そうです、なんかね聞くんすよね、飛んで埼玉とかあるじゃないですか、はい、あれ系でなんか地域ごとのなんかいろいろなんかねあるみたいで、特色の話をされてて、奈良県がとんでもねえと。っていうか速度落ちすぎじゃね、これはひどい、30キロだ。さあこれで911に勝てるとでも思ってるのでしょうか。もう見えてるような気がするぞ、いろいろと。だがしかし皆さん、これはですね比較動画というか検証なんですね。勝負をしているわけではありません。勝負をするのであれば私はヘリコプターでも使って先に新木場に行きます。やばいっすね、やばいっす。新木場にはですね東京ヘリポートっていうのがあるんですよ。そこに俺は降り立ちます。あとはランニング、とランニング、ランニングが一番の鬼門じゃないですか。まあそうですね、自分の力を使うっていうところで一番きついと思いますね。もう追い越したとてっていう感じはしますけど、うん、頑張ろうかな、このまま行こう。無理せず頑張ってください。無理しないようにしますわ。でもね、分かんない、何があるか分かんないんで、ポルシェがね途中でほらお腹減っちゃったとか言ってパーキングエリア入ってるかもしれないし、どっちみちね結論はね最後まで見てみないと分かりません。これね走行車線ね、合流がすごいあるんですよ。合流やっぱここがねちょっとね流れが落ちる原因でもあるわけですよ。これがまああだとなっているわけなんですが、あでも俺はまだ勝てると思ってますね。しかし合流が多いですね。多いですね、非常に多いですね。今ですねお台場の手前なんですけど11時59分。私フジテレビ会員だったからね。好きすぎて、アナウンサーの方が好きすぎて、中学生の時にフジテレビ会員しょっちゅう来てたもん。会員になると何がある？もういろいろある。もうその解放が届いたり、あとねなんかトークショーとかね、あ行ける。あの女子アナの？女子アナ。それいいね。うん、だからそうやって見てた方とお仕事をご一緒するってなった時のこのねテンションのこの上がり方よ。ああ分かる。ね。3年ぐらい前にさ、小畑のお兄さんがね、うん、あの女子アナの山崎さんと結婚してさ、はい、俺らにも。チャンスあんのかなと思って、うん、無駄に女子アナさんの部屋に挨拶に行ったもんね。行きまくったね。やっぱね、いいですね、めちゃめちゃスムーズ。もうちょっとで着きますよ、はい、だからね、意外と時間もあんまりかかってないという、めちゃめちゃいい時間帯に検証できてます、うんうん。ゆりかもめがちょうどよく、まあ、狙ってるんですよね、全てをね。お台場を俺は今操作している。お台場好きですか？お台場めっちゃ好きっす。週2で行ってますよ。週 2? めっちゃ多いですね。めっちゃ多いっすよ、週2っすよ。そんなコンビニ感覚で行く？コンビニ感覚でね。もうお台場のことは何でも聞いてください。ずっと通い続けてるカレー屋があるんです。カレーお好きですか？カレーめっちゃ好きっすね。まあ、好きすぎて今インド行きたいですね。インド、だからガンジス川とか行ってたんですね。これは伏線回収か、俺気づかないうちに。すごいですね。
いやすごいのか、奇跡が起きたのかというか、今カメラマンさんのその起点の利かし方のおかげというか、いやなんだこれ、謙遜大会みたいな、カレーでも怒りましょうかと嬉しい。じゃあカレー作りましょうか俺。あー嬉しいな。なんだこの車、なんだこの車は。東雲ジャンクションに着きましたよ。辰巳ジャンクションの下、これ今すごい上、こうなんか鉄がすごいね、これ鉄が金属がすごいことになってる。これ上に辰巳第一パーキングエリアっていうのがあるからなんですね。であっち奥に見えてるのが第二パーキングエリア、辰巳第二パーキングエリア。ここもまたね、金属がまた見え始めますんでね、こうガイ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 。すごいよなこれ、高速ってね、よくできてると思うんだ俺は。鉄よ全部これ、鉄の柱でバーって作って、この上にだってパーキングがあるわけだから、ほんとすごいと思うよね。何がすごい、何今の、もうなんかね、平日の首都高を走るといいことがあんまないんですよね。あー怖かった。今のはね、なんかプラスチック的ななんかですね、なんかでかいやつ思いっきり踏んだよ。新木場出口もうちょっとですね、ここ第一車線に移ります。ほんとすごいと思うのよね。何がすごい、ポルシェがすごいうずうずしてるのが車から感じますよ。ほんと、俺こんなもんじゃないと、これなの今日はっていう、これっていう、プリウスでいいもんね。プリウスとかがね、多分ケヤキ市の BRZ も多分ケヤキ君に対して言ってると思う。え今日これ結構ね、やっぱ車ってこうね、訴えてくんのよ。もう車ね、訴えてくる。あ結構大丈夫かな、今落下物あったな。気をつけてほしい。第一車線、いや危ない、結構でかいプラスチックの、本当に今おあったあったあった、普通にでかいプレートがあった。危ない、気をつけないと。あ、なんかもういろいろ話してる間にもう新木場だわ、意外と早いわ。新木場出口に出ます。タイヤ1個目、2個目、3個目、4個目出ました。はい、新木場出口に到着でございます。いやー、どっちが早いかな、楽しみですね。楽しみですね。多分 BRZ の方が早いんじゃないかな。前ガラガラですね。前ガラガラっすね。白い車見当たらないですね。いないっすもんね。じゃあもしかしたらこっちが先頭なのかもしれないし、こっちが早いんですよ多分。だってこっちだってめっちゃ早いっすよ。80キロも出しましたもん。ところによって70キロ、法定速度のね。めっちゃ早い、やば。この後結果発表ですか。はい、はあ楽しみだな。どうしよっかな、早く着きすぎちゃったな俺。カレーでも食べますか。ああ、まあそんぐらいの余裕はありますよね。全然早いと思うんで。さあぼちぼち出口、さあ、ゲート、新木場出口のゲートくぐったらフィニッシュですか。わかりました。はい、時間とお願いしますよ、ほとんど雑談してねえ。ねえ、まあ、あれね、目の前の、あそこくぐったらフィニッシュでございます、さあ、時間は何分でしょう。ストップ、はい、はい、時間がですね、はい、さあ第2車線はこのぐらいの時間がかかりましたということでございます。てか早っ。早いね。早い。さあ果たしてどのくらいの、ね、第1車線第2車線どのくらいの差があるのか気になりますね。そんなに変わんないの。でも嘘、ポルシェいたよ今。でもね、わかんないですね。あれ全然違う人のポルシェかも。あーそっかそっか、ポルシェ999、俺らそれ銀河鉄道じゃないですか。39ポルシェ39、俺ら何言ってんの。あれはでもね、ポルシェ39、俺らでしょ。白いのいるけど、うちらのポルシェはまだ来てないみたいな。青いし赤いぞ。誰、なんか見たことある、似てる人かな、なんか知り合いに似てる人いるんですよね。
さあということで目的地到着いたしました、うん、まあしっかりね法定速度守りながらです、うん、ございますので飛ばすこともなく検証しました、はい、早速発表いきたいと思います、はい、じゃあまずは欅松屋号 PRZ、はい、第1車線でございます。何分かかったでしょう。はい、26分36秒でございます。26分36秒。はい、なるほど。続いてゴミ、うん、はい、そして中村が、うん、運転いたしましたポルシェ911第2車線、時間は何分でしょう。24分54秒。おー、なるほど。あ、2分差2分ない2分ないかないぐらいの。そんなもん。結構ね、なんか車線を移動してね、少しでも早くって方、そういるけど、なんかやっぱついついね、心理的にもそう思っちゃいがちだけど、うんうん、やっぱり教習所で教わったそのね、うん、あんまり意味ない、そんな5分もないぐらいですよって、ね、言われた。実際そう、あの実道なり的にはまあ30分ぐらいかかる普段の ね道ですけど、うん、それでだいたい2分もないぐらいの差っていうのは、だから急ね、せっかちな人90秒を惜しんで、うん、死亡率上げていいんですか？免許更新のさ、うんうん、あの動画で今の使ってもらおう。急に？そう急に俺らのこの回をさ、うん、だからあまりね、危険を冒してまでも車線変更する必要ないなっていうのは、はい、分かりましたね。分かりました。ちょっといいんじゃないですか、うん、ちょっとね、新しい検証シリーズをね、はい、どんどんね、うん、みんなでやっていきたいなと思います。ということで、うん、本日の検証面白かったよって思ってくださった方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄から関連動画見られるのでチェックしてください、はい、SNS のフォローもお願いします、はい、またご覧ください。バイバイ。